増田さん、はい。選挙権年齢が18歳に引き下げられて初めての選挙が今年の夏にも行われますね。そうですね。高校3年生が選挙で投票できるようになったんですよね。生徒たちはどんなふうに思っているんでしょうか。はい。そこでここからは、先日、佐賀新聞社が18歳選挙権をテーマにして行った高校生の座談会を特集します。 まず、法律改正のおさらいですが、公職選挙法の改正が昨年6月でしたよね。そうですね。衆議院、参議院ともに全会一致で可決されました。改正法は1年の周知期間を過ぎて施行されます。施行後、初めて公示される国政選挙が最初の対象となりますので、今年夏の参議院議員選挙からの適用となりそうです。 十八歳と十九歳の未成年者、二百四十万人が有権者に加わることになります。それで、高校生座談会はどのようなものだったんですか？はい。岸間商業高校や高学館高校など、五校から参加した高校一年生と二年生六人に、十八歳。選挙権への率直な気持ちを聞きました。そうですか。まずは、選挙権年齢の引き下げについては、どんな意見が出ましたか？ はい。賛成5人、人反対1人でで賛賛成が多かったですね。A は「2年早く自分の1票を入れられるのはありがたい」いや「未成年の意見を取り入れれば日本の政治は変わるかも」という意見がありました反対はどうでしたか反対には「投票数は増えるけど実際に意見が反映されるかは分からない」という見方でした。なるほど。 どちらの意見もうなずけますが、が賛成が多かったんでも賛成意見にも法改正から実施までが短くて若者が政治のことを学ぶ前に賛成権を得るのは少し不安だという生徒もいました6人とも学校では政治の話をすることはないと言いい高校生にとって政治が遠い存在だという実態が改めて分かりましたそうですね。 高校生だった頃って政治の話より昨日のテレビや身近なことを話していましたよねはいそうでした皆さん自身は投票に興味はあるんですかそうですね投票に行きますかという質問には年齢引き下げに賛成の生徒が行く反対の生徒が行かないと同じ傾向でしたねただ行かないという生徒も 18歳の投票時に政治に詳しくない状況で言っても意味がないという意見で、投票に行くときは政治を学んだ上で意味のある投票をしたいと言っていました。政治参加に関しては前向きな姿勢でしたね。そうですね。友達同士で政治の話をしないからといって、政治に関心がないということではないですよね。政治や社会への知識の量が不安だという高校生の気持ちはわかります。 はいまた政治とカネの問題で政治家がいい印象を持たれていないという話も出ました政治家になりたい生徒は1人もおらず政治に若者の意見が届いているかという質問には5人が届いていないと答えましたそうですか政治の側が若い世代に寄り添っていないという見方もできますね若者が政治と距離を置いている中 どうやったら若者が投票に行きますかという質問もぶつけてみました。それにはみんな頭を抱えていましたが、若者が興味を持てたり、実感できる施策を示してほしいという意見が多く出ました。年配の方を向いた政策ばかりでなく、政治の側が若者にも目を向けることが、若者の政治への関心や信頼を取り戻すことにつながりそうです。 座談会を終えて生徒たちの反応はどうでしたか皆さん同じ世代とこういう話をする機会がないので満足そうでしたこれから政治や社会のことを学んでいこうという熱気で溢れていましたねもう半年後には18歳が投票所に足を運ぶんですからね有権者教育が大切になりますねそうですね年末の世論調査では 選挙権年齢の引き下げで若者の政治への関心が高まると答えた人は42%しかいませんでしたそれでも一部の高校では生徒会長選挙を実際の選挙規定に沿った模擬選挙として行うなど学校現場での取り組みも見られます若者の投票率の低下は若者だけに責任があるわけではないですよね 18歳選挙権が全ての世代で政治を考えるきっかけにしていかなくてはなりませんよね。そうですよねまずは身近な人たちと一緒に考えていきたいですね。はい